また地元でございます、風間のね工芸の丘をちょっと散歩しております。いい感じですね。というのもですね、大工往復会っていうのがですね、来月11月22日に、まあ、コンサートがあるんですけども、そのね練習場所がこちらになってるんですよ。でそれをですね、ちょっとですね、取材がてら行ってみたいと思います。ということで、すごくいいですね。そうこっち行くんだね。ちょっと音が聞こえてきましたね。ここがですね、工芸の丘という場所です。あら、祭事があるのかな、来週あたり、ね、お、聞こえる。こんな感じですね。おお、いっぱいおりますね。もう最終のね、リハーサルでございますね。これはパート練習ですかね。あの大工の他にもいろいろ吹きますんで、ぜひ11月22日はですね、ミノーレの方に来ていただければと思ってます。というのがですね、つきますのでいいですよということで、ありがとうございます。
はい、ということで今ですね、大工の実行委員会の方に集まっていただきましたということで、来月の11月22日にあるということなので、ちょっと詳細の方を、はい、第12回のカンターレオカリーナ大工コンサート3年ぶりで開催できることになりました。11月22日火曜日1時半開演、会場はミノーレです。どうぞ皆さんお越しください。はい、ちょっと聞きどころ、ちょっと一言よろしいですか。聞きどころ、一生懸命3年間練習してきました。そして、パートごとの演奏もあります。はい、一言よろしいですか。3年ぶりなんですけど、とにかく皆さん楽しんでやってますので、その楽しいっていうのが伝わるような演奏会になったらいいなと思っております。はい、お待ちしております。